ルドルフ・レーマン・ヘニングルドルフ・フェールディナント・レーマンは、ドイツの造船技術者、機械工学技師。オルデンブルク大公国、オルデンブルク出身。兄に武器商人のカール・レーマン。ドイツ学協会名誉会員。オルデンブルクで高等司法顧問官を務めた、アレクサンダー・アドルフ・レーマンの4、男として生まれる。カールスルーエ工科大学の土木工学科で、川海工業と、 土木工学を専攻、ロッテルダム造船所に就職。1869年、兄、カールの経営するレーマン・ハルトマン社の相談役として、訪日。大阪、川口の居留地で、蒸気船建造の指揮に当たった。1870年11月8日、ルドルフは、京都府が門倉邸に新設した学校である。 角倉洋学所にドイツ語教師並びに建築技師として招かれた。当時の第三次、牧村正直が京都府顧問を務めていた蘭学者、山本角馬などの策を採用し、外国人教師を迎えて語学教育を行うことを決定したためである。角倉洋学所は翌年3月に転し、大学者となり、ドイツ学校を開き、4月27日には英語学校、 10月20日には、不都合学校を開校した。1873年5月、ドイツ学校に医学予備科が設置され、医学志望者にドイツ語を教えることとなり、さらに6月、大学者は二条城の北に新築され、大学者ドイツ学校に改称。ルドルフは1872年1873年に、和訳ドイツ語辞書をそれぞれ2冊ずつ出版し、 1877年には和読大役アザリンを肯定。日本で初めての和読辞典とされている。ドイツ学校は1879年5月に京都医学校に合併され廃止となった。1882年、東京に移住。その後は東京外国語学校や東京大学予備門で教壇に立ち、退職後は日読貿易に従事。 彼の門人数人が1884年に設立した京都市立ドイツ学校が市立京都薬学校、京都薬学専門学校を経て京都薬科大学の前身となった。1885年には東京に呼び寄せられたドイツとスイスのプロテスタント、宣教師らの会合にも出席しており、ヘルマンムテジウス設計で1897年に完成した工事町の教会や、 その後の財団法人統合坂協会の設置のきっかけへの関連が伺える。日本人女性との間に6人の子供を設けた。1914年東京にて71歳で死去。墓地は蔵子ヶや霊園にあり、2004年からは遺族の同意のもと京都薬科大学が管理している。ありがとうございます。